いえ、こんばんは。私は元気です。とっても元気です。絶好調。体調大丈夫。ちょっと残念ながら STU からまた感染者が出たんですけれども、私もいろんなところちょっと行ってるから、最近2回目の感染に対してなんかすごい怖かったんですよ。またかかってしまったら、でも次はかかっちゃうと無症状だろうなとか思いながら、今回は初めて感染する子もいて、メンバーもいて、まあ、仕方ないとは言えど、やっぱりまだ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 あれなんだなと思って、気が抜けれるようで抜けられない状態なんだなって思いました。こんばんは。そうだね。でも最近私本当にお店に入る時とかは、最近に限らずなんですけど、結構アルコール消毒を必ずと言っていいほどやるんですね。で、なんか結構こう密にならないように歩くとか、意外とその感染した後の方がなんかすごい気遣うことが多くて、もっとこう気をつけないとなみたいな、なんか意識して生活してるんですけど、まだまだ潜んでるんですね。私もさ、アルコール消毒液を買おうかなって思ってて、違う、アルコールティッシュを買おうかなって思ってて、そうなんですよ。ほんといろんな場所でお仕事してるから、やっぱ対策を頑張っても、まあ、限界もあったりするし、まあ、でも必ずやっていかないといけないっていうのが、やっぱ手洗いとかですよね。手洗いとか、やっぱ換気なのかな、換気とかなのかな。でもまあその口移しで、なんか間接的になんかこう食べ物とか飲み物とか飲むとか食べるとかはやめた方がいいってことですよね。まだちょっともう本当にもう本当に嫌だ。なんか油断ができない。また元通りになるかなってところで、ああみたいな。そうね、手洗いうがいがね、自分でできる対策かな。
インフルも流行ってるんですか。そうなんだ。インフルはこの間予防接種打ちました。でも毎年運営の方からインフルエンザの予防接種は受けましょうって言われてるのでご接種は毎年打ってるんですけど、紫の服、この襟を出したらすごいなんか幼稚園児みたいな感じになってちょっと恥ずかしかった今日こう幼稚園児みたいななんかでっかい襟、白の襟がさ、ちょっと恥ずかしかっただから今出してるけど、結構日中こうやって隠してました。そう、バブミが生まれるのよ、このこれをすることでバブミ。今日はね、朝からね、ある場所に向かってあることをしました。そしてあることをして帰りましたヒントはみんなが喜んでくれる。ことないこと、ダンス踊りましょう、ダンス、トゥ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 。待ってー、今自身どこ置いたかな。今日は自分でメイクしてないんですよね。メイクをしてもらったんですよ。でもほぼすっぴんみたいな感じ。でもね、このファンデーションが見てください、このツヤ感、ツヤこの光が当たった時のこのキラッとしたこの感じツヤ。このファンデーションがすごい気に入っちゃって、メイクさんにどれ使ったんですかって聞いて、同じものを買うことにしました。だから明日早速買いに行こうかなって思ってます。買っちゃう。ツヤツヤ。でもなんかさ、ツヤ肌ってさ、テカリにもなりえるんだよね。だからなんかほどほどにしないとと思って。例えば今日その仕事現場でなんかね、
沢口愛香さんに似てるって言われて、皆さん知ってますか？あ、そう、グラビアの人方ですね。似てるって言われた。でもなんか松たか子さんにも似てるって言われた。でもその沢口愛香さんと松たか子さんに共通点はないような気がして、なんだろうと思いました。顔が似てるらしい。でもわかんない。でも二人ともそのお二方すごく綺麗な方じゃないですか、どちらとも。でもなんかどんな似てるのかなって思って、松たか子さんは言われたことあるけど、沢口愛香さんは初めて言われました。多分松たか子さんは頬骨なんですよね。私頬骨が高いからさ、誰に似てるってよく言われるの。いやもうなんかいろいろ似てるって言われることがあるんですよね。絶対この人みたいなことはなくて、なんとかなんとかかんとかさんなんとかかんとかさんなんとかかんとかさん、名前が出てこない、なんとかかんとかさんにも似てるって言われる。ヒントゼロ。誰かな。今まで言われたことがあるのがすごい、もうおこがましくて言えないんですけど、別に言わないとこ言わんとこなんか恥ずかしくなってくる。でもなんかサーヤンからは斉藤京子さんに似てるって言われる。二人で写真を撮ってほしいって、並んで撮ってほしいって言われたことがある。わかんない、私は似てるのかな。あ、でも長濱ねるさんに似てるって言われたこともあるけど、いやすいませんって思う。そう、本当になんかめっちゃいっぱい言われるんですよ。日によって誰々ちゃんに似てる。
まあ、ひなさんに似てるって言われる時もある。あ、ほのたんさんもよく言われてましたね。リコチと見間違え。あ、川口春奈さんもあります。自分の顔が分かんなくなっちゃう。私は誰だってなる。私以外私じゃない。タヌキ系、まあ、でも系統で言ったらタヌキなのかな。キツネではないような気がする。でもほのたんさんは確かに自分でも間違える時があった。なんかもう一緒にお仕事することはなくなったけど、番組とかで、番組じゃないな、なんかなんだろう、僕恋公演とかでなんか踊ってるところを見ると、あ、私だ、あ、違ったみたいな時がある。あれあれ、私映った、あ、違ったみたいな時ありますね。多分ね、頭の形が似てるような気がする。頭の形と多分切れ長なんだと思う。目がなんかそこが似てるんじゃないかな。こんばんは。でも私さ、最初の方さ、ダンスの先生からさ、なんか吉崎って言われてて、私が違う違うと思って、なんか吉崎みたいな。で、リンコの方が小島って言われてて、なんか区別がついてない時がありました。先生が私たちのことを間違えてる時がありました。結構初期の方。だから私は誰に似てるんだろうって思いますね。いろんな人に似てる。違うよね。でもなんかさ、人それぞれだよね。全然似てないっていう人もいればさ、似てるっていう人もいるしさ、ね、いや絶対パセリとかサーヤンには似てないと思う。違うと思う。そこはそれだけはなんか違う系統なんじゃないかな。それだけはわかるかも。
本当に何かいろいろ似てるって言われすぎて、サラピにも間違えられる時がある。だからなんか私って何なんだろう、私って何なんだろう、私って何なんだろうって思う時がある。なんか小島愛子っていう、なんか認識で、なんか小島愛子としてなんか認識してもらえてないのかなって思う時がある。誰かに似てるってもちろんそれは嬉しいし、あ、なんかこんな風に見られてるんだって思う時あるんだけど、でもなんかいろいろなんか間違えた、なんとかに似てる、なんとかに似すぎ、わら、草みたいなことを言われると、なんか私って私のことを私のことを覚えてほしいなって思う私の顔を覚えてくださいって思います。草ね、草って何、本当にもう草って なんだ草って、本当に草、わら、草、覚えてください。草は植物です。笑うときに使う言葉ではありません。草は地面に生えているものです。いや、使っていいんですよ、使っていいです、使ってください、全然使ってください、本当に気にしないでください。私がなんか草を嫌ってる人みたいになるけど、全然私もあれ好きですよ、あの表現の仕方、なんとかあかんとかで草、でもたまに草ってなんだって思って、草警察私のあの機嫌によります。なんか機嫌がいい時に、まあ、草を見たら、あ、全然面白いねってなるけど、なんか私の機嫌が悪い時に草を見ると、え、なに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 、草ってなに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 、草なに、え、草って何みたいな気持ちになる私の機嫌次第でも、なんかね、感情の起伏が激しいと老化も早くなるんだって。だから本当にあの何も考えない方が若々しくいられるっていうことが分かりました。だから本当に何も考えずにここから生きようかなって思います。今日機嫌いいですね。私は機嫌が悪い時は本当に機嫌が悪いです機嫌が悪い時は本当に機嫌が悪い、本当にもうね、どうしようもない。
うん、お腹が空いてるときは機嫌が悪いですね。あとやりたくないことをやるときも機嫌が悪いです。そうだね、眠いときも。多分私やりたくないことが多くて、だから機嫌が悪いことが多い子供じゃないですか、はあ、でもなんだかんだ頑張って生きてるから、そうですね、偉いですね自分はでも本当に迷惑をかけてることは分かってる。いやでもそんな迷惑かけてないと思う。そんななんか迷惑かけてないと思う。多分自分は結構お利口にしてる方だと思う。そんな、うん、顔に出してないよ。そんな文句垂れることもないし、そんななんかまだとかなんか言ってない、本当にそんな、まだですか、まだご飯出てこないんですかとかそんな言わない。いや言う人いないけどどうですか、皆さんの私に対するイメージは。わがままそうですか。わがままじゃないと思うんだけどな、こだわりが強いだけ。他のメンバーの話をすると、確かに、なんか他のメンバーの話をなんとかだってっていう話があると、あれってなるなるかな。あれり、何知ってるのかなっていつも思う。他のメンバーの話になるとあれりってなるか。好きな人が優しかったピース名探偵小路。
箱入り娘って何？箱入り娘の意味調べてみる。箱に入ってる娘。知らない。大事にされてきた子。全然全然大事にされてきてない。本当に私はほったらかされて生きてきた全然箱に入ってない。もうね、あの逆逆、もう箱のなんかあれですね、箱の外です箱の外で生きてきました。あ、怒られる、こんなこと言ったら。でもめちゃくちゃ私に対しては放任主義だったと思うな。私はなんか全然なんかあれだったよ、怒られてきてない。でも手もかからないって言われてた。でもなんかね、ちょっとトリッキーな子供だったなとは思う。あのベランダからぬいぐるみを吊るして魚釣りみたいな遊びしてたし、あのタンスの中に木の実をばらまいて栽培しようとしてたし服なんか服になんか木の実を巻いたらなんか育つかなと思って育ちませんでした。で休日は庭に穴を掘るっていうことにハマったりとか、あと人形を自転車のこの前の部分に乗せて、その人形にリカちゃん人形に旅を楽しませるっていう（笑）ちょっとトリッキーでしたね優しいってことだよね。そうだよね。しかもなんかそれをね、目立ってやるのは苦手なんですよ。
なんかそれに対して注目されたりするとなんか嫌になっちゃう。そうじゃないみたいなってそうじゃない、あ違います、違います、私はやってないですみたいな気持ちになる。なんかそういうトリッキーなことは隠れてやるのが一番楽しいんですよ。あくまで自分の世界は自分の世界の中で広げられる。違う違う、そうじゃそうじゃない、でもね、心を許した人に対してはその箱を開けることはありますね。その箱を開けるまで結構勇気がいるんだけどね、人に対してうふふ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 ふ、姉さん、姉さん、この前のテストで5点を取っちゃったよ、姉さん。カツオです、カツオです。この間さ、サザエさん見てたらさ、マスオさんの同僚の唇がすごい分厚い人、あの人の声がさ渋すぎてさ、ちょっと私笑っちゃったんだよね。アナゴさんか、アナゴさんがさ、なんか今夜は今夜は一杯どうかねみたいな渋すぎてびっくりした。あんなんだったっけと思って、聞いた瞬間さ、え誰と思ってさ、テレビ見たんだよね。アナゴさんさ、なんか強と思ってちょっと笑っちゃった。ふうぐとくん、ちょっとあれはちょっと反則ですね、ちょっと面白すぎる、びっくりしちゃった。面白い。今から私は骨の関節を一つ一つ外していきます。
私は何をしてるんでしょうか。ああ、人格がまた違う人格になってしまった。ああ、苦しめられている。違う人格が、髪の毛をむしってしまう。なんか今日私頭おかしい人だね。皆さんこんにちは。私は小島愛子と申します。皆さん、私の配信に今日は来てくれてありがとうございます。無料で帰ろうとするんじゃない、無料で帰ろうとするんじゃない、絶対に無料で帰ろうとするんじゃない。ピン。あ、戻ってきました。すごいなんかあの輩が出てきました。私の中の輩が、何人ぐらいいますか。そうですね、私の人格はですね、今のところ5人ぐらいいます。でもなんか私ね、ガチでね、なんかね、小4の時に結構なんか二重人格で、でなんかあの友達の妹に対してなんかあのなんか全然違う自分をなんか装ってたんですよ。なんか今日は愛子じゃないのみたいな言って、すごい混乱させてた友達の妹。こいつは何を言ってるんだみたいな目で見られてた。なんかちょっとおかしかった様子が。それでは今から儀式を始めます。このお酒を飲むと1年後の未来が見えます。
未来が見えました。ああ未来を見てしまった。この未来を見ると寿命が1年減ります。待ってやってることがリネタンと変わらないって言われちゃった。ちょっとやめよう。ちょっともう普通にします。ちょっとごめんなさい、もう本当に。ちょっとショックですね。ちょっとなんかリネタンと変わらないって言われたらちょっとショックかもしれない。3R1A でお願いしようかな。ちょっと 3R1A 加入お願いしようかしら。憑依型の女優、おー女優、あでもなんかね今日ね女優さん顔だねって言われた。でも一体女優さん顔だって何なのかと思って、もうなんかね今日はね自分が分からなくなりました。どっちを取るか選べない、どっちを取るか選べない、Which is which? Which is which? どっちを取るか選べない。こんななんか渋くないよね、ウィッチイズウィッチって。 Which is which? どっちを取るか選べない、順番をつけたくないの、あなたも彼も愛してる、感情は分け合えない、こんな渋くないですね。やばい、私のこの配信を5000人、ちょっと本当にやめた方がいい。やめた方がいいよ。そんなことないよ。そんなことないよ。上級者向けですね。私のこの世界観についていける皆さんは上級者です。なんかドラゴンボールに出てくるキャラクターに見えてきたんだけど、私なんかこういうのいない？
光る雲突き抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が怒って火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら卵飲み込みたいね飲み込みたいじゃないかな玉のり仕込みたいねチャラヘチャラ何が起きても気分は来金句読みます。13位世紀末の人間さん、12位ケンケンさん、11位ズーミーさん。あ、待って。まあ、私タワーのお礼をすることちょっとメモしときます。ごめんなさい。10位ソリオさん、9位ウミガメさん。8位シロフクロウさん、7位クジマサさん、6位ガントチャートさん、5位カタカナのタカさん、4位アオチさん、3位ケイチさん、2位ピクリンさん、そして1位はシンゴさん。ありがとうございます。ありがとうございます。私は上から目線のコメントが一番苦手です。そして私を褒めたたえるコメントが一番好きです。今日もありがとうございました。では皆さんお疲れ様でした。よく休んでくださいと言われた。多分ちょっと疲れてますね。おやすみなさーい。ハート、you
イバーイ。これが平成のギャルのピースです。昭和のピース、昭和のピース、これかな。令和のピースは令和のピースはこれです。絶対これ、絶対これですよ。多分こういう日も来ると思います。